UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000は第1回大会が行われてから45回目の UEFA チャンピオンズリーグである。1999年7月19日に予選が開幕し、翌2000年5月24日にフランスサンドニのスタッドドフランスで決勝戦が行われ、レアルマドリードが8度目の優勝を果たした。もし勝ち点が 同じチームが出た場合の順位の付け方は以下の通りである。該当チーム同士の直接対決における総得点該当チーム同士の直接対決におけるアウェーゴール数全試合の特殊点差グループリーグにおける総得点一時、グループリーグを勝ち抜いた16クラブが出場。一時、グループリーグを突破したチームを4クラブずつ4つのグループに分け、総当たり戦で、 各グループ上位2位が準々決勝に進出。もし勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下の通りである。該当チーム同士の直接対決における総得点該当チーム同士の直接対決におけるアウェーゴール数全試合の特殊点差グループリーグにおける総得点 UEFA ランキングの上位の国と地域決勝は2000年5月24日に サンドニのスタッドドフランスで行われた、レアルマドリード V バレンシア、ありがとうございます。